さんこんにちは、トリスです。今日はね、久々に昼から上野で飲んでくれたいと思います。楽しんでいきたいと思います。上野のみの登竜門、まずはこちらのメンチカツをいただきます。店内での飲食もできるんですが、今回は立ち飲みでやっていきたいと思います。串焼きは1本130円、飲み物はハイボール系が結構安いみたいですね。ということでハイボールをチョイスしていただきます。今日平日の昼間なんですけど、さすがに女一人で立ち飲みにいるの珍しい感じがします。ただそんな周りが気にならないくらい、このハイボールはめちゃくちゃうまい。名物のメンチカツは1つ150円、結構見た目からもボリュームがあるなという感じがします。続いてはすぐお隣の立ち飲み門倉さんへ。こちら昼からかなり賑わっています。せんべろセットで丸Fが飲めるということで、すかさず注文します。熱々のもつ煮セット、見るからに満足度高そう。しっかり煮込んであるので、串からスッと取れるのも嬉しいですね。せんべろセットなんですけど、一つ一つもかなりボリュームがあって、あと丸Fも一本独り占めできるっていうのがめちゃくちゃ嬉しいです。卵も丸々1個入ってるんで、お腹も満たされてきました。すみません、動画の差し込み間違えちゃったんですけど、正確には紺色の看板の浜ちゃんです。デュアーズのハイボールで乾杯します。こちらは人気のお店で、夜は結構並んでたりもするので、昼間に一人でポラーっと来れて飲めるのはかなり優越感ありますね。山盛りの大根おろし嬉しいです。まずは大きなアナゴからいってみます。天ぷらを山盛り食べるってあまりない機会だと思うんですけど、ここの天ぷら本当にどれも美味しくって、これでも厳選した6品くらいかなの商品になります。一つ一つのネタが結構大きいのが嬉しいですね。こちらは日本酒と海鮮系の食事が美味しい立ち飲み屋です。迷った挙句またビールにしちゃいました。この直飲みスタイル、ワイルドで結構好みです。周りの賑やかな声がかき消されそうなくらい、いくらに夢中になれます。白子とか牡蠣も日本酒と合わせて食べたら最高なんだろうな。はい、ということで4軒昼からはしごしてみました。お酒はまだまだいけそうなんですけど、結構ねお腹がいっぱいということで、そろそろ退散したいと思います。またいろんなお店紹介していきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。